コテネターチャンネル。みんな楽しくバトルやってる？さて、今回のジャンクインスター企画は、今や上位互換ともいえる新レーザー系すらもナーフされてしまった元祖レーザー系の軽武器、月光。これを使いこなせるコンビネーションはネザーくらいだろうってバトルやってみました。それでね、先にお伝えするとキルは全くありません。もちろんティアワンプラスなんで無理あるってことは承知なんだけど、少しくらいというかキル一つでも取れると格好つくかなーって。バトル5回かなりキル取れる状況にあってもキルコールされないね。ヒットボックス判定ってティアの高い方を優先する設定なのかな。そんなはずはないと思うけど、5回くらいそんな疑惑判定あってね。うまくバトル展開できるならレベル1をマーク2まで上げようかと思ってたけど、これじゃ厳しいね。そんなことでかなり頑張ったけどキルコールゼロとなりました。成果としては 800m を超える射程でレーザー系を撃ってくるネザー。おや、軽武器で 800m 超えるってなんだそりゃ、チートじゃね。それにしても弱いな。そんな感じで驚かせることができたかな。そんなとこですね。ほぼ意味ないけど、モジュールだってユークリは3つのフル装備、ドローンはテストレルで 300m 以内でデスマーク増幅。そんな状況でも威力はなかなか上がらないね。というわけでコアな視聴者さんへご相談です。この月光マーク2レベル12まで上げるべきでしょうか。悩みどころなので、よければコメントください。ぜひ強力な参考とさせていただきます。これからも時折この月光はレベル上げることにかかわらずチャレンジしてみます。1キルでも取れた時クリップアップしますので。それでは皆さん、ここまでのお付き合いありがとうございます。この後もよければ、おやすみなさい。バイバイ。